一口馬主の方に向けてお送りする特別番組、三者対抗未来のスターホースプレゼン大会2024。本日司会を務めさせていただきます岡部玲子です。よろしくお願いいたします。さあ、ありがとうございますさあ、今年もですね、社代サラブレッドクラブ、サンデーサラブレッドクラブ、そして G1 サラブレッドクラブの3社から代表者と牧場関係者にご出演いただきまして、今年募集の未来のスターホースをプレゼンしていただこうと思っております。ゲストは東京スポーツの寅石明さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。いや、珍しいところにね、呼んでいただいて嬉しいんですけどね。いや、だってトライスさんも一口馬主はもうだいぶ長いんですよね。いや、本当予想家としてはね、正直二流三流なんですけど、自分で言うのもなんですけど、一口馬主としてはちょっと一流じゃないかっていうね結構周りの人にもよく言われてきて、はい、この番組も出ていい資格ギリギリあるかと思って、この場に呼んでいただきました。本当自分で言うのはなんですね、うん、はい、いや本当にこの十何年結構おそらく、ね、ずっとプラスなんですよ。一口すごい。だってジオグリフ、はい、ジオグリフ、まあ、安田記念負けてしまいましたけれど、まあ、なかなかいい走りしてくれましたし、だって最高じゃないですか。4億円ぐらい稼いでるんで、もうね、ねえ、ステリビオもちょっと前持ってましたし、すごい。あとライトオリアっていうね、キャロットクラブ も、 もう川崎記念で勝たせていただいて、すごいじゃないですか。何でも勝っちゃうんですよね何でもかちょっと嫌味ですね、うん、多分嫌味だと思ってらっしゃる方いますよ。いやいや、そんなことはないです。あの勉強すれば皆さんがこう当たりの馬ね引けると思いますし、こんな楽しいことないっていうか、競馬もう30年ぐらいやってますけど、どんどん楽しくなってますからね。最高ですよね。だって、はい、ね、クラシック勝って、はい、でダービーも出て、はい、出ました。で海外とかも行って、はい、今度出たら僕行きますそうですよね、はい、そういう楽しみもね。そうなんですよ、ありますもんね、世界が広がるっていう楽しみがあるんで、はい、馬券も楽しいですけど、それ以上楽しいかなと日々思ってますね。でも最初はそんなすごい良かったとかいうわけでは、いや、もう最後ひどいですよね。あ、じゃあやっぱり勉強期間はあったってことですね。そうですね、20歳過ぎぐらいからやってやり始めて、10年ぐらいはマイナスでしたかね、ことごとく外ればっかりで。でも10年本当に毎年毎年、はい、あの血統の勉強というか、ね、あの先頭ぐらいはまず調べて、でその後デビューして、その後の走りあのもう見て、で自分の中の血統理論とか配合理論を考えて修正していって、で10年ぐらい経ってようやく完成の域っていうか、まあ、納得するところまで蹴って、でやっぱり当たり始めましたよね、うん、この10年ちょっとは研究あるのに、はい、研究あるのに、研究さえすれば盆栽でもいけるっていうことですね。で岡部さんも、もういつでもスタンバイしてくださいよ。いやいや、難しいでしょ難しくないです。え、じゃあトライスさんはその、はい、馬体を見てというよりはどっちかというと血統が中心、そうですね、もう1に配合、2に配合、3、4なくて5に配合っていうもうそういう血統大好きですね。なるほど、はい、でもあのね、歩く姿とかもあるわけじゃないですか。もちろんそうですね。だから迷った時はやっぱり顔とか体つき、はい、うん、関係者の評価も多少は入れてっていう感じで、うん、でも1にまず配合ですね。で配合良ければやっぱり馬もよく出がちですよね、やはり。あ、でそこで迷ったらVTR を見てっていうことですね。まあ、迷う前から全部見るんですけどね結局は好きなんで馬見たり、あのどんな顔してるのかなとか、どんな流星なのかなっていう大事な要素なんで、必ず見ますけどね、全部ね。ご自身のなんかタイプみたいなのはあるんですか。やっぱり凛々しい顔っていうのはありますよね、人間もやっぱり凛々しい顔の方がの人の方がね、やっぱり頭よいいですから、だから僕ちょっと猿っぽいんですけどね、ちょっとね、それ運とも何とも言えない、キャプテン系っていうかね、そこも運とも何とも言えない、ちょっと癒せ溢れる方なのもっとね、スラッとしてかっこいいね、まあ好きですね、やっぱり目とかよく見ますし、ジオグリフもかっこいいですし、スリベも本当 に、まあ、にあの素敵な顔してるんで、んまずなんだかんだ言って姿にも惚れて出資するって感じですね、うん、血統だけじゃなくてやっぱり見た目も良くないと嫌だって感じですね。じゃあもう今日はそのトライスさんの、まあね、血統部分もそうですけど、はい、うん、見方なんかも交えながら、はい、教えていいんだろうかって思ってますけどね、うん、あ、教えたくない実はね、本当は、うん、でもあんまり大きなこと言ってる時限って当たらないんで予想もそうですけど、まあ、地味にね、あの粛々とやりたいと思いますけど、ね、だってご自身もやっぱり検討されてる馬が出てきたりする可能性があるってことですか、ね、もちろんそうですね。そうですよね、うん、
ただいろいろね高額であったりとかすごく人気で買えない馬もなんとかいると思うんですけど、まあ、買える範囲のところを、まあ、今年もねなんとか買いたいなと思ってますよね。はい、じゃあちょっとあのいろいろと今日は教えていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。さあこの番組はですね各馬の最新情報や牧場関係者の方々からのアピールポイントを各社たっぷりとご紹介していきますのでぜひとも出資馬選びの参考にしていただきたいと思います。さあでは早速お話を伺ってまいりましょう。トップバッターを務めていただきますのは G1 サラブレッドクラブの西村優さん、そして追分ファームの村上翔太さんです。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあトライスさん、はい、G1 サラブレッドクラブというとどんな印象をお持ちでしょうか。いやもう美味しいじゃないですか。やっぱりセリフォースも安田県も構想しましたし、うん、もう毎年 G1 先生騒がす馬がいて、はい、しかもね価格設定もいいんですよね。僕ずっと G1 まだ入ってなかったんですけど、さすがに今年ちょっとねジオグリフ君のおかげでも儲けさせてもらったし、今年 G1 から G1 をね初めて入ろうかと、まあまだね帰るかどうか分かんないですけど出資しようと思ってんで、もう今日はもう G1 サラブレッドクラブのねあの紹介本当楽しみに来たんですよね。はい、価格設定的にもちょっと魅力な部分があると。魅力ですよ。やっぱり今面白い馬いっぱいいますからね。こんな安くていいのとかねありますからね。はい、ちょっとカタログはちらっとご覧いただきましたか。見ましたね。だからもうどれを選んでいいのかありましたね。狙いつけた馬で、あの馬も良かったんで、はい、ちょっとこれはね何年でも欲しいですね。はい、じゃあちょっとねいろいろとお話をお伺いしていきたいなと思いますけれども、さあではまずは西村さん今年の意気込みを教えていただけますでしょうか。はい、今年からですね私とあの追分ファーム村上の方で、プレゼン大会に出演させていただくことになりました。前任者の2人はですね G1 ウィナーのセリフォスなどをしっかりと推奨していましたので、私たちも、視聴者の皆様にいい馬をお勧めできるように努めてまいります。改めてよろしくお願いいたします。まず、昨年度の G1 サラブレッドクラブの振り返りなんですけども、ディクテイオンやゴンバデカーブースが、重賞勝利を飾りまして、ゴンバデカーブースについては日本ダービーに、駒を進めました。また重賞レースに、クラブ所属馬が名を連ねる機会というものも、多くなっております。今後もコンスタントに大きな舞台に、挑戦できるように、そして勝利を挙げられるように、していかなければならないと考えているところで、本年度の募集にも、がぜん力入っております。はい、よろしくお願いします。本当にトライさんこの番組を見てくださった方にも、こういい馬を提案してくださっていて親切ですね。素晴らしいですよね。いい方々ですね。そうなんですよ、ね、なので本当にあの、ね、ぜひあのご検討されている方はもちろんですけども、これからちょっと一口馬主やってみたいななんていう方にも ね、ぜひともご覧いただきたいなというふうに思っております。ちょっと楽しみですけどもね。クラブとして今年のラインナップはいかがでしょうか。はい、はい、本年度の G1 サラブレッドクラブの募集なんですけども、36頭に及ぶ守護馬の3区が顔を揃いました。クラブ出身馬の3区、してクラブゆかりの血統の馬もおりますし、芝ダート問わず、大舞台を目指せそうな多彩な魅力にあふれた募集馬がラインナップされております。皆様にも、私どもの紹介を参考のもとにですね、出資をご検討いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。そして村上さん、あの1歳馬の育成状況なんですけれども、こちらはいかがでしょうか。はい、今年は雪解けの時期の気温が高くて、はい、青草の生育が例年よりも早かったことから、うん、馬の成長スピードに細心の注意を払って管理をしてきました。男馬は良好なコンディションで体力も順調についている印象で、牝馬に関しましては例年よりも皮下脂肪が乗ってくる時期が早いため、オーバーコンディションにならないように注意して管理しています。クラブの募集馬も毛艶や馬体の張りなど全体的にいい状態で募集時期を迎えられたのではないかなと思っております。今後も各馬の成長曲線をしっかりと見極めて、それぞれの部門のスタッフで相談しながら調教に向けてしっかりと進めていきたいなと思っております。
特にこの1歳馬の育成状況の中でポイントになる部分というか注意しなきゃいけない部分というのはどんなところなんですか？やっぱり成長のスピードそれぞれ馬が違うので、そこの餌の与える量だったり、どんな餌を与えるか、また放牧の時間だったりとか、いろいろなところからいろいろな角度から、馬を見ていくことが重要なのかなと思います。本当にね、この時期重要な時期、でもまだ完成されきってない、ここでこう選ぶっていうのは、トライさんすごい難しいですよね。まあ配合力があればそんなこともないですし、でパンフレット見てね、去年も見ましたけど、去年もすごく馬が全体的にいいんですよね。だから、本当おっしゃったようにすごく馬の体調多い馬が多くて、うまくいってんだなっていうのが、こう写真からでも分かりますね。なるほど、本当にね、どんな馬たちがこの後登場してくるのか楽しみですけれども、早速クラブ期待の馬 G1 サラブレッドクラブプレゼンスタートです。西村さん、まず1頭目は、はい、バイブランスの23ですね。この馬はお父さんがコントレイルなんですね。はい、まあ、クラブとしましてはまずお勧めしたいといいますか、まあ、お勧めせざるを得ない1頭となっております。はい、本年度のクラブ募集馬としては、最高額の、募集金額を設定させていただいているんですけども、まあ、それは自信の表れと捉えていただければというところです。本馬の動きに関しましては、村上の方からも補足してもらいますけども、実際に目にしても、まあ、両欠馬特有の品というものが感じられましたし、筋肉の質もしなやかで、惚れ惚れするような好、馬体の持ち主でした。お母さんのバイブランスはアメリカの G1 で2着に入って、ブリーダーズカップジュベナイルフィリーズでも3着という実績を持つ、両欠馬です。また、父は、期待のコントレイルということもあり、動き仕上がりの良さっていうところが、特に際立っております。トップトレーナーであり、冒頭でも話に上がりましたゴンバでカーブースを管理する堀調教師の下でですね、ぜひとも、クラシックロードだったり、コバの王道路線というものを、進んでほしいと思えることの素質馬だと感じております。皆様にはぜひカタログや動画を通じてですね、本馬の素晴らしさだったりとか、こういろんなものをご堪能いただいた上でご検討いただければと思う一頭となっております。はい、ありがとうございます。さあ、ではその気になる動きの方なんですけれども、こちらも村上さん教えていただけますか？はい、本馬は白老ファームの所有馬で、調教から追い分けファームリリーバレーで管理させていただくことになります。コントレイル3区は追い分けファームにも複数といますが、どの馬も先ほど冒頭でトライスさんがおっしゃっていたようにリリシー顔をしている馬が多いなという印象で、品があって綺麗な馬体をしています。お父さんらしくスピード能力に長けていて、仕上がりが速そうな馬が多いイメージです。本馬は白老ファームのスタッフからはかなりの期待馬だということを聞いていますし、放牧地での動きは足の回転数が速い上に鋭く抜群とのことで、実際に目にしても凛々しくてバランスが良くて、歩かせても推進力がうかがえるように、とにかく身体能力が高いなといった印象があります。今後の調教の進みでどのような競走馬になっていくか非常に楽しみですし、リリーバレーに入球する日を非常に楽しみにしています。先ほども西村が話していたように、大舞台を目指してほしい一頭です。はい、ありがとうございます。本当お顔が美しい、まあ、コントレールに放出させるような、品と風格ありますよね、もうすでにね。トライさんはコントレール3区はどう見てるんですか？やはり繁殖品馬の質がいいですし、競争能力相当高かったんで、当然活躍はたくさん出ますよね。まあ、ただエピファネイアと比べると、どっちかというとマイルから中距離の方を主戦場とする馬が多いかなと、血統的にはね、そう思うんですけどね。ただコントレイル自身もなんか配合以上にパフォーマンス能力高かったんで、相当大物出てもおかしくないですよね。僕としてもちょっと配合の点数をね、ちょっと上乗せして考えないといけないのかなと思ったりしてますね、コントレール3区に関しては。なるほど、まあ、この馬はお姉さんもね、新馬戦で2着して、まあ、バイブランス、おそらくね、もうこの後重賞馬おそらく出す、それだけのね、繁殖牝馬だと思いますし、お兄さんのね、オルヘブル3区のフィブリーレンっていう
はい、まだデビューしてないですけど2歳馬なので、はい、その馬も馬っぷり良くてこの馬いいなと思った記憶感で、でこの今年でしょこの馬でしょって、うんうん、あやっぱりいいんだなっていう、1億円してもしょうがないなっていう、はい、お値段ね、そうなんですよ、はい、スピード相当豊かな配合ですし、マイルかもしれませんけれどかなりの A 級の馬に育つ可能性高いと思いますね、まあ、これだけのお値段はもう期待の表れだということでね、馬の形もバッチシいいですからね、はい、いやかっこいいですね、うん、本当にね、欠点らしい欠点ないですよね、はい、ということでまず最初からちょっと、ね、新種ボバサンクで楽しみな一頭を挙げていただきましたけれども、うん、バイブランスの23ということで一頭目挙げていただきました。さあ西村さん2頭目お願いします。はい、はい、ナターレの23です。こちらはお父さんが北さんブラック、はい、母はですね、川崎のアイドルと呼ばれて、戸塚記念など計9勝を挙げたナターレです。あと先頭ライト記念の勝ち馬で、先日の安田記念でも4着と、構想したガイアフォースの全米となります。本馬の出来もですねやはり素晴らしく、すらりと足長でバランスが取れている馬体の持ち主です。母と父の相性の良さというものがもうこの一目見て、ご確認いただけるのではないかと、感じております。父の北サンブラックはですね、皆様もご存知の通り、イクイノックスなど、様々な活躍馬を送り出しまして、社大スタリオンステーションでは、イクイノックスとともに最高額の2000万円という種付き量となっておりますし、トップサイヤーとしての地位をもう確固たるものにしているんじゃないかなと感じております。あと本馬も、兄と兄のガイアフォースと同じく、杉山春樹厩舎でお願いすることになっています。血統馬体厩舎、どこを取っても、活躍の下地が整っているんじゃないかなと思っておりますので、ぜひ兄を超えるような走りまでも見せてですね、G1 戦線を沸かせるアイドル的存在に上り詰めてくれればと感じております。はい、ありがとうございます。さあでは続いて村上さん、こちらも動きの方を詳しく教えていただきたいと思います。ガイアフォースの全兄弟の妹ということで必然的に注目を浴びそうな本場ですけれども、整った顔立ちだったり足長でバランスの取れた馬体など期待にたがわない出来栄えになったんじゃないかなと思っています。同配合3頭目となるんですけれども、上の2頭とはまた違ったタイプに出ていると思います。父や母、兄弟の成績から血統的には芝ダート問わなそうなイメージかと思いますが、柔軟性が抜群で全身を大きく使った軽快な身のこなしを見ると現時点では芝寄りのイメージかなと思います。また兄のガイアフォースの育成期は我の強さを見せることが多かったんですけれども、本馬は無駄なことをせず人に対しても温厚で操縦性に優れたタイプなんじゃないかなと思います。距離が伸びても気象面での問題はないと見ています。ガイアフォースと同じく先ほども西村が申し上げました通り杉山春樹先生ということで本馬の良さを十分に引き出してくださると思いますし、お兄さんが叶えられなかったクラシック制覇の夢も期待したい一頭となっています。はい、ありがとうございます。トライさん、ガイアフォースの妹ということでもう当たりですよねっていうね、本当だって紹介しなくても分かるよっていうね、いや言いませんけどね、そんなことね、なんも言いませんけど、いや本当あの写真からだけでも本当軽さが分かりますよね。やっぱりこの配合は正しいんだなと思いますね。やはりマイルあたりで阪神ジュベネルとか大花賞とか、そのあたりの楽しめる馬になるんじゃないでしょうかね。だってガイアフォースもダートも本当すごかったですけど、うん、まあ芝寄りということではありますけどね。そうですね、まあ、ガイアフォースより確かにね、うん、軽いイメージですね。もう本当になんかこう楽しみが広がる、手がタイトですねこれは。いやいやでもそうですよね、うん、私みたいなこうちょっと血統そんなにあまり知りませんっていう人もちょっと、うん、あこの馬ってなる感じの馬ではありますよね。結構まあ手頃ですからね、うん、あでもそうですよね、うん、いやさっきすごいやっぱパンチがありましたけど、はい、これはちょっと手が届くかもしれないですね、はい、ちょっと来週の馬券頑張りますって、ね、そういうそういう気に ちょっと頑張ってちょっと持ってみたいかなみたいな気になる感じの一頭ではありますけれどもね、はい、はい、ということで、2頭目、ナターレの23ということで、ご紹介いただきました。
さあ続いて3頭目発表を西村さんお願いします。はい、ワンダーオブリップスの兄さんです。お父さんが絆ということですね。はい、はい、こちらもアピールポイントお願いいたします。母の、ワンダーオブリップスはですね、ドイツオークス、ドイツオークス3着などの実績があります。半径に、京都2歳ステークスで3着、青葉賞で4着に入ったサトノストラーセがいるという血統です。本馬が3番子で、母系に日本での活躍馬っていうところはまだ少ないんですけども、そうした中での半径の活躍というのは大きな自信を深めることになりましたし、母父のシャンゼリゼ、という馬は、ハービンジャーの父で知られる男子の前提ということで、血統的にも日本競馬に対する適性はしっかりと備えているんじゃないかなと思っております。母系や兄の成績はもちろんですけども、やはり絆産駒というものも非常に大きな魅力じゃないかなというところです。まあ芝ダートを問わずも毎年次々に活躍馬を送り出して、もう今年の日本ダービーでは18頭のうち5頭が絆産駒ということも、もう記憶に新しいところじゃないかなと思います。そして本馬も兄と、半径と同じくクラシックにめっぽう強い友道調教師への予託予定となっておりますので、もう日本ダービーというところも、強く意識させてくれる一頭でないかなと思っております。はい、ありがとうございます。さあではこちらも動きを詳しく教えていただきたいと思います。村上さん、よろしくお願いします。はい、こちらは最近では凱旋門賞馬のバルトガイストなどを輩出したドイツの W の品系出身となっております。ジャスタウェイ産駒の兄サトノシュトラーセは初子ながら500キロを超える馬体となっていたんですけれども、本馬は月齢的には標準サイズで重厚すぎることがなく、ストライドの大きい軽いフットワークで駆け回っています。数々の実績を残している絆産駒ですけれども、このディープインパクト系らしく質の高い筋肉が備わっているようで、スムーズな動きから一気に加速していく姿が印象的で、瞬発力に関しては兄よりも上じゃないかなと感じています。日頃から活発で常に前向きな気性は好印象ですし、競馬に行っても勝負根性として発揮してくれるのではないかなと思っております。本馬のポテンシャルに関しては牧場の誰もが認めるところですので、このまま順調に育成を進めて、ぜひクラシック戦線を賑わしてもらいたいなと思っている一頭です。はい、ありがとうございます。本当にね、トライさん、絆産駒、ダービーにも本当たくさん出走してましたし、出ましたね。まあ、僕も出資してる、まあ、絆産駒で言いますけど、注目ですよね。外せない種牡馬だと思いますね。はい、その中で、まあ、ワンダーオブリップスの兄さんということですけれども、こちら血統的な魅力というところではどういったところですか。とにかくね、はい、兄のサトノシュトラーセはジャスタウェイ産駒でも 2-4 ぐらいが得意な感じの馬なんで、はい、もっと距離の融通性っていうか長い距離でもいけそうな感じで、まあ、その辺のスピードの引き出しが課題になるのかなとは思うんですけど、まあ、そこは友道厩舎ですからね、中長距離馬を育てるのは本当にうまい厩舎なんで、まあ、この厩舎ならこのまま大輪咲かせることが可能なんじゃないかなと思いますね。とにかく馬っぷりいいですからね、超パワフルっていうか、ね、うまくいけば本当凱旋門賞も狙えるような、そういった血統馬ですよね。てかヨーロッパの G1 に出さなきゃいけないぐらいの、まあ、そこまでは言ってませんけど、内心追い分けの方の G1 レーシングの方も思ってると思いますそこまで言うのどうかなと思ってるんで、僕は代わりに言いますけど、これはやっぱりヨーロッパで、ね、走らせたいっていう、見てもらいたいっていう馬じゃないですか。なるほど、クラシックはもちろんのことだけれども、はい、その先を考えたくなる馬ですよね。海外凱旋門賞ということですね。はい、はい、ということで、まずはおすすめ馬についてご紹介いただきました。ありがとうございました。さあ続けてですね、来年もしくは今年を含めて産駒がデビューする新種牡馬の産駒の中から期待馬をピックアップしていただきたいと思います。まずはトライスさんが注目している新種牡馬についてお伺いしたいんですけれども、まあ、やはり全部ね、注目してるんですよね。ジオグリフもスリビオも新種牡馬産駒だったんで、やはり狙い目ですし、一口馬主としてやはり、まあ、今年もコントレールはもちろん、クリソベリルもね、まあ、最近僕はダートマよく買うんですけど、もうダート戦線で必ずやね活躍馬出るはずなんで、はい、クリソベリル産駒も全頭要注意、要注目っていうか見てますね。トライスさんはもともと新種牡馬産駒っていうのは、
こう一口馬主としてちょっとまだわからない部分もあるわけじゃないですか、はいはい、初年度から買うタイプですか、うん、そうですねやはりね、あのわりかしいい種牡馬だったら積極的にやっぱりいい繁殖牝馬つけますし、うん、まあ、中には絶対いいマンもいるんで、うん、まあ、ステリビオとか本当ロードカナロ3区で一番配合綺麗でしたしね、うん、ジオグリに関してはもう終わった後っていうか金亀サンデーサイレンスっていう繁殖牝馬と会うっていうのは分かりましたけど、うん、僕は一応デビューする前から絶対会うなと思ってて、うん、いち早くそれを見抜くっていうそういう楽しみもあるんですよね。なるほど、うん、でそういうあこれだって思って配合あったら積極的に買っていいんじゃないかなと思いますね。まあ、ただコントレールねあのお高いんでそこはよく最初から、ね、吟味してっていうか、はい、まあ、さっきの馬とかもね面白いんですけどね、そんな高くない馬でいいのいたら買いたいなとは思ってるんですけどね。でも逆を言ったら、うん、初年度産駒がこの先活躍したらさらにまたお高い馬になっていっちゃうんですよね、うん、すよコントレール今がチャンスなんですよ、ね、きっとそういうことですよね、うん、コントレールもクリストベリルも今買った方がいいかもしれないですね。なるほど、うん、はい、ということでちょっと検討されている方もいらっしゃると思いますので詳しくお話をお伺いしていきたいと思いますけれども、さあでは新種牡馬の3区の期待馬について西村さんに発表していただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあまず1投目、はい、はい、ナンバー38、スパイスドパーフェクションの兄さん、父コントレイルです。今がチャンスの、コントレイルということでぜひやっぱり、ご紹介させていただきたいと思いました。先ほどバイブランスの23の方も取り上げさせていただいたんですけども、もう本当に馬産地から聞こえてくる、コントレール産駒の評価っていうのはもう軒並み高いですし、セレクトセールでの購買価格を見てみてももう本当に多くの方々が出来の良さっていうところや手応えっていうところを感じているのかなと、考えております。クラブとしてもですね、計5頭の産駒揃えておりまして、そこで、もこのもう1頭スパイスとパーフェクションの23を推奨させていただきます。母はアメリカのラブレアステークスやマディソンステークスといった G1 レースを制しておりまして、ブリーダーズカップフィリー&メアスプリントでも入着の実績があるように大変優秀な競争成績を収めております。それだけに、牧場がかける期待というものも、大変高くなっておりますし、コントレールとの配合によって素晴らしい参考を送り出してくれたなと感じております。ボリューム感は、母系からしなやかな筋肉は、お父さんや、祖父ディープインパクトから受け継いでおり、それぞれの長所を詰め合わせたかのような出来栄えとなっています。予託先は、矢作調教師を予定しておりまして、日本だけにとどまらない活躍っていうところもぜひ期待したい一頭です。はい、ありがとうございます。さあでは村上さん、牧場での動きなどこちらもまた詳しく教えてください。はい、お母さんの初子であるアメリカンファラオ産駒のリアライズカミオンは昨年のセレクトセールの1歳セッションで1億7000万円で取引されました。本馬は北米血統らしく骨量が豊富で安定感のある馬体をしている一方で、父コントレールからは各関節の柔軟性だったり動きのすがるさを受け継いだように思います。動きは柔らかくて軽快ですけれども、雪が積もっている時だったりぬかるんだ放牧地を全く問題なく走れている姿を見せているので、力強さも持ち合わせたポテンシャルの感じさせる走りかなと思っております。また体質が強い印象で買い場食いが良くてコンスタントに放牧を継続できていますし、それに伴って理想的な成長曲線を描いているので比較的早い時期から活躍してくれるんじゃないかなと思っております。先ほども西村が申し上げておりましたが、海外の舞台でも実績豊富な矢作先生の下でワールドワイドな活躍を期待している一頭となっております。はい、ありがとうございます。旧社聞いただけでもね、うん、なんか本物だろうなっていう、すごそうだなっていう、よく調べなくても本物なんだなって思いますよね実際トライさん、ね、この血統などをご覧になって、いやもうスピードの塊ですよね、うん、ストームキャットの 5×4 とかアンブライドルの全兄弟クロスの 4×4 リファールもクロスしてますけれど、まあ、でかといってね、近親配合でもないですからね、やっぱり健康そうですし、マイル芝ダート問わず相当なスピードありそうですよね。うん、まあ、幅広く活躍を期待できそうな、マイル前後だったらどこ行っても大丈夫ぐらいのスピードありますよね。とりあえずどんだけのなんかレコード勝ちそうな、そういった馬ですよね、いかにも、うん、間違いなくスピードありますからね、このまあコントレール3区の中でも最上位レベルの、なんていうかスピード配合だと思ってんで、どんだけの走りするかちょっと楽しみですね。もう新馬から
1. 何倍で買っちゃいそうな感じですよね。とにかく新馬 1.8 倍っていう、そういう馬ですね。なるほどね、うん、早くからも楽しめちゃうと、はい、そうですね、いうところですね、うん、はい、ということでまずはコントレイル参加挙げていただきました。そして、続いて2投目の発表をお願いします。はい、67番ペアレンツプレイヤーの兄さん、父セントマークスバシリカです。まあ、少々変化球のおすすめとはなるんですけども、うん、まあ、新昭和である点というところは変わりありませんので、セントマークスバシリカの3区である本馬を取り上げることにさせていただきました。セントマークスバシリカは、フランス2000ギニーとフランスダービーを、2冠を制しまして、カルティエ賞の年度代表馬にも輝いた名馬です。エクリプスステークスではミシュリフやアデイブといった実績馬に3馬身半差をつける快勝撃でしたし、結果的に引退レースとなったチャンピオンステークスでも、後の凱旋門賞2着馬であるタルナワや、本邦で守護馬入りしたポエティックフレアを下しています。セントマークスバシリカ自身もすごくいい馬ですし、 1200m から 2100m 戦で勝利を挙げておりまして、距離の融通が利きそうなところもプラスに挙げられるんじゃないかなと感じております。そして母のペアレンツプレアなんですけども、イギリスの重賞勝ち馬でして、追い分けファームが購入した後、セントマークスバシリカを種付けした状態で輸入されました。これまでお話しした魅力も踏まえて、もうセントマークスバシリカはもう迷うことなく種付けしたと牧場スタッフは話しておりました。まあ、本馬は初子になりますけども、弱々しさというところはみじんも感じさせませんし、素晴らしい馬を、産んでくれたと思います。そしてこのような血統の馬を募集することができまして、クラブとしても嬉しく思っている、ところです。はい、ありがとうございます。さあ、ではこちらも動きを詳しく教えていただきたいと思います。村上さん、お願いします。はい、お母さんのペアレンツプレアはフランスの繁殖競りで購入してきた馬で、現役時代はイギリスの芝8ハロンの G3 を飼っております。お母さんの初号ということで若干小柄かなといった印象が持っているんですけれども、東西期からヨーロッパで活躍しているにしてはそんなに重すぎないセントマークスバシリカが出た馬体なのかなといった印象で、最近になってからは胸前やトモなど各パーツにバランスよく筋肉が発達してきております。現在の馬体の幅だったり筋肉の質、パワー型で推進力を感じさせるフットワークには、本馬の母父であるキングマンらしさも感じてきております。人に対しての当たりが柔らかくて操縦性に優れていそうな印象で、父のセントマークスバシリカと同じく距離の融通が効くタイプかなと思っております。現時点でセントマークスバシリカ3区の日本での血統登録数は、6頭ということですので、貴重な初年度3区からの活躍を期待しております。はい、ありがとうございます。セントマークスバシリカ、これはトライスさんはどう見てますか？いや、もうちょっと今ね、怒り心頭なんですよね。え、これほどの血統馬が4000万っていうのはどういうことなのかっていうお得すぎるでしょ。そう、これ買えないですよ僕だって。これ人気沸騰ですよ。父はもうヨーロッパ、近年のヨーロッパでも最高レベルの馬ですし、まあ、ヨーロピアン背後なんですけれど、母方の方の血がもう日本に同じの血統血がたくさん入ってるんですね。あのおっしゃったようにキングマンも入ってます、デインヒルもそうですし、そんなコテコテじゃないですし、スピードが豊かな馬なんで、しかもね、うん、馬体見ても何も問題ないですし、これ相当な馬だと思ってるんですけどね、この馬。若い時は1006で大丈夫 で、はい、で年齢を重ねるごとに距離の融通性出てきて 2000m 以上でも大丈夫になっていくような、うん、まあ、リバティアイランド級かもしれないですね。中内で厩舎ですよね、これもね。はい、そうです。これはひょっとしたらひょっとしますし、やっぱりね、あと3年後、あ、4000も安かったっていうね、後悔なさるかもしれないですね。これは安いと思いますよ、多分。こんな馬をね、買える人は本当幸せもんですね。これはね、夢の血統馬ですよ。夢が、これは間違いない、これは間違いないです、はい、なるほど、うん、めちゃくちゃいいと、めちゃくちゃいいですね、買いたいですね、これはね。はい、ということで、まあ、新種ボバ3区からもちょっとおすすめの馬を挙げていただきましたけれども、うん、さあ西村さん、村上さん、はい、最後ということになりますので、はい、出番以上になりますが、また改めてちょっとあのアピールも含めて一言ずついただきたいなというふうに思いますが、はい、まずは西村さんからお願いします。
はい、今年が初めての参加ということもあり、至らない点も多々あったかと存じますが、おかげさや、トライスさんにも優しくエスコートしていただきまして、無事に終えることができてほっとしております。ありがとうごありざがいとうございまします。た。ぜひ今日の説明がですね、皆様のお役に、立てればと思いますし、本日取り上げた馬以外にも魅力的な馬がたくさんラインナップされておりますので、目を通していただければ幸いです。またクラブでは、募集期間に臨時営業を行っておりますので、気になる点やご質問がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。ぜひともよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。では村上さんも一言いただけますでしょうか。はい、私も今年初めてでしたけれども、参加させていただいてありがとうございました。募集番の魅力を皆様にうまくお伝えできたかはちょっと不安なところはあるんですけれども、少しでもお役に立てていればなと思っております。今日ご紹介させていただいた馬以外にも、いろいろと他にも募集馬がおりますので、ぜひそちらにも注目していただければなと思います。また牧場見学などでその魅力をお伝えできればなとも思っておりますので、ぜひ牧場にいらしてください。今後とも G1 サラブレッドクラブ、そして追分ファームをよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。はい、お二人どうもありがとうございました。ありがとうありございがとまうしございました。た。さあ、たっぷりとお話をお伺いしましたけれども、トライさんいかがでしたか。いや、もう当てに来ましたねっていう感じですね。楽しみ前です頭いいですね。ね。僕本当血統大好きだし、うん。血統的に僕は気に入らなかったらこれちょっとって言うつもりだったんですけど、ここを上げた5頭はみんないいですよね。特に最後のペアレンツプレアの子供はこれ注目ですね。日本の生産界全部から注目される馬なんで、これは本当ゆくゆくまで追いかけたいと思いますね。ねえ、ぜひ本当にご検討なさっている方は、何度もこの番組を見ていただいて ぜひご検討いただければと思います。はい、ということでまずは G1 サラブレッドクラブのプレゼンでした。続いては社内サラブレッドクラブ、細谷和弘さん、そして社内ファームより青田力也さんです。本日はよろしくお願いいたしお願いします。ます。よろしくお願いしよろます。しくお願いします。はい、昨年もお世話になりまして、はい、今年もいろいろと教えていただきたいと思教いえまてくす。だよろさしい。くお願いいたします。さあ、トライスさん、はい。社内サラブレッドクラブというと、タイムモーメントでしょう。タイムモーメント、知ってます？知らないです。12勝挙げてる名馬じゃないですか。僕の出身馬なんですけれど、いつのお話ですいや、か？もう今現在も活躍中なんですけれはど、もうお世話になってますね。い。奇跡の快進撃、船奇橋跡で。の船橋 そうか。なんですよ。もう今もって本当お世話になってますし、マスはい。ターズ・オン・アース・ソウル・オーレンスで、僕予想的には、ね、ジャンタル・マントルずっとお召しではい。お世話になりましたし、へえ。今年も、要注意の要注目してるクラブですよ。はい、はい。お願いしまもす。う、ご本人も楽しみにしてると。当たり前です。もうタイムモーメント輩出したクラブなんでね。 すいません。 なるほよろど。しくお願個いし人ま的にもちょっと力がす。そ入うでるすクね、ラブ入りとまいうすこね。とですね。さあ、ということで、まず、細谷さん、今年の社内サラブレッドクラブの意気込みの方をお願いいたします。はい、社大サラブレッドクラブ東京営業部の細谷和弘です。クラブ所属はですね、ジャンタル・マンタルが、昨年のサッハイ・フューチュリティ・ステークスで、G1 初勝利を飾りまして、先日のですね、NHK マイルカップの方でも、圧巻の内容で制覇しまして、G12 勝目を挙げました。そしてですね、この3歳世代は6月2日現在で40頭が勝ち上がっておりまして、この数字はですね、昨年度を上回るペースです。また、オーナー別勝利数はですね、49勝と単独トップの成績を上げてまして、いい流れでですね、今年の1歳母5種を迎えることができました。今回もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。本年度募集ではですね、先ほどご紹介しましたジャンタル・マンタルの販売をはじめですね、クラブ出身の G1 馬、スターズ・オン・アース、ソウル・オリエンスの妹たちもラインナップしています。これらの G1 馬はですね、第一次募集で第一希望にしていただければ、新規会員の方でもご出資いただけた馬でした。これ以外の馬たちにもですね、良血馬、期待馬を数多くと取り揃えておりますので、出資馬選択の一助となればと考えております。はい、ありがとうございます。さあ、太田さん、
一歳馬の育成状況、こちらはいかがでしょうか。はい、例年と同じくですね、夜通し遊ばせつといいますか、夜間放牧をできる限り、続けておりまして、よほどの悪天候がない限り続けまして、外でのびのびと遊び、動機と、まあ、遊びも動き回ってですね、体力の土台を、まさに今築き上げているといったところだと思っております。こうやってしっかり運動することで、タイムモーメントのようにですね、息長く走れる馬の土台が作られているのかなと思っております。はい、ありがとうございます。さあ、ということで早速クラブ期待の馬、社代サラブレッドクラブプレゼンスタートです。1投目は細谷さん。はい、まず1投目は5周番号17番カウバイレーンの23です。母はオープンクラスでも勝利を挙げて繁殖入りしますと、7歳時にサウジアラビア、ドバイで重賞制覇し、凱旋門賞にも遠征しました。ステイフーリッシュを輩出するなど、共にクラブ所属馬として活躍したおなじみの血統からのご紹介になります。母の晩年の産駒になります、なりまして、5月生まれの本馬なんですけれども、まあ、そのようなことを微塵も感じさせないようなスケールで、またこのファミリーから自信を持って送り出せる馬が出てきてくれました。はい、ありがとうございます。血統的にも非常に楽しみな一頭ということになりますが、こちら動きの方を青田さん教えていただけますか。はい、ですね、まあ、細谷さんの方からも5月生まれだという言葉が出てましたけれども、5月生まれで、まあ、女の子なんですけれども、あんまりその生まれの月とかそういったことを関係ないと、気にならないと思わせるような、活力、そして躍動感が動きの中から見えます。ここへ至るまでの発育もですね、申し分なくてですね、ボリューム感も感じるような、馬体に育ってきております。動きから推測の、ところをするにですね、スピードを期待したいと思っておりまして、お母さんが得意としたマイル、ここを中心にといったですね、芝のマイル駆け抜けてもらえるような馬になってくれるんじゃないのかなと今思っております。はい、ありがとうございます。トライさん、まず1投目カワイレーンの23ということですけど、流星がとにかくシンメトリーで綺麗ですよね。やはり僕、顔つき、特に流星がシンメトリーかどうかっていうのをかなり重要視してるんですけど。そうなんですか。これ本当重要で、流星が綺麗な方がより活躍しますし、もう G1 勝つもほとんどいいですよね。うん、まあ、流星がないか綺麗なシンメトリーかっていう、そういうのばっかりですから、意外と答えはね、単純だったりするんですよ。でこの馬は綺麗ですしね、シンメトリーですし、まあ、6頭 JRA 勝ち馬出てますからね、構想確率というか高いんじゃないでしょうか ね、 ね、兄弟も含めちょっとね、楽しみではありますけれどもね。はい、そうか、岡尾流星か。はい、そこを岡部さんも注目した方がいいですよ。シンメトリーがいいんですね。はい、このまそうですから。へ、青田さん、そういうのやっぱりあるんですか。あの戦対象とかシンメトリーは気にしたことないんですけど、はい、顔がいい馬っていうのは結構なんか皆さんに見てもらえてる、回数とかタイミング多い気がしますね。へ、まあ、確かになんか活躍したからやっぱりすごい、うん、いい顔だねって思って自分にが思ってるのかなってちょっと、うん、いや違うんです。そうか、お顔大事なんです。なるほど、じゃあ1歳馬の時から、うん、はい、お顔しっかりと見て。そうです、そうです。まず顔見ます、目をね、綺麗な目してるか。へ、でも青田さん、あの1歳馬って結構その、はい、成長途上な部分があって、うん、私みたいなちょっと素人はどこを見たらいいのかとかちょっとわからない部分があるんですけど、どこを見るのが一番いいんですか。いや、皆さんの、 いろんな観点といいますか、気に入るところがあると思うんですよね。それはもうそのままここの、ただ本当に今言葉出たように顔がいい、表情がいいっていうのはもちろんいいことだと思いますし、はい、足スタスタ動いてる人の動きがいいんだって思うところが自分で感じられたら、そこをもうその絞って他の馬と比較するじゃないですけども、はい、そういう見方をするのも僕はいいと思いまして、それこそ今岡部さんもおっしゃったように、1歳馬なのでどんどんいろんなところが変わっていきますので、はい、今その時パッと自分が見た時にここが良かったって思うのを、そのまま心に留めてですね、見ていって、次他の馬も見ていくのはいいんじゃないかなと僕は思っております。はい、ありがとうございました。
やっぱりこう自分でこの馬かなっていうのをこうカタログを見てこう決めて、で再度また何度も何度もこう VTR を見るというのがいいんですかね。うん、そうですね、うん、トライアンドエラーですよ、ね、それを10年以上続けてればそうか、続けていかなきゃいけないんですよね。継続は力になります。そうですよね、本当にとにかく見て、とにかく、はい、それ覚えておいてね、覚えて、うん、で自分のタイプも見つけてっていうところでしょうかね。だから10年20年楽しめるんですよそっか、なるほど、ちょっと頑張っていかなきゃいけないな、はい、はい、さあということでまずは河合レーンの23ということで1投目挙げていただきました。さあ続いて細谷さん2投目お願いします。はい、2投目は募集番号45番ドバビーハイツの23です。母は北米で千葉 G1 を2勝した名品で、姉にはフィリーズデビューを制したリバティハイツ、兄には現在オープンクラスで活躍し、先日の新潟大賞典で僅差の2着に入って重賞制覇の期待がかかるキングズパレスがいます。本場自身4月生まれでまだ随所にですね幼さを残す印象ではあるんですけれども、予託予定の高野調教師は姉のリバティハイツを管理されてですね、この血統を熟知されていると思いますし、母さんクノボバは初めてお願いすることになり、先生もとても楽しみにされていました。はい、ありがとうございます。さあでは青田さん、こちらも動きを教えていただきたいんですけれども。はい、男馬っていうわけでもないんですけれども、頼もしいというか力強さが目立つ動き、足さばき見せてくれてますね。男馬とはいえ、このお母さんの子とはいえ結構雄大なサイズに出てまして、それもその力強さ、印象残るポイントなのかと思うんですけれども、非常に頼もしい一頭です。ゆくゆくも馬場を問わずにですね、しっかり足を伸ばす、どこからでも伸びてくる、そういった競馬を見せてくれるのじゃないかなと思っておりますし、それはきっと芝で、繰り出されるんじゃないかなと思うような、返しの強さというかバネの強さを感じる状況ですね。はい、ありがとうございます。本当になんか、まあ、色もね、栗毛でインパクトがありますけど、うんうん、確かにたくましい感じが、ね、パワフルって感じですよね。しますね、うん。トライさんはこう血統的な面からも見て、どういうふうに見ますか。まあ、父親のエピファネイアっていうのはなかなかね、ベスト配合っていうのを作りにくい種牡馬なんですね。一応血統的見地から言うと、はい、だからエフフォーリアっていうのも超一流馬ですけれど、僕の中で完璧な配合じゃないんですよね。ただこの馬はエピファネイアからエピファネイアを超える馬を作るにはこういう配合じゃないかっていう馬がこれなんですよね。サンデーサイレンスのクロスがなくて、まあ、ロベルトの 4×6 が、まあ、主導みたいな感じなんですけれど、ハビタットとかニジンスキーといったスタミナ値がね、良質なスタミナ値がかなり、ね、この馬に受け継がれてますし、やっぱりねこのアウトブリードっていうのはこのたくましさにつながっていると思いますしね。目つきもいい、顔つきもいい、流線もいいですから、この馬、まあ、クラシックタイプだと思いますね。2000から2400で相当スケールの大きな走りをしていくんじゃないかなと僕は思いますね。これは、うん、間違いなく G1 級じゃないですか、うん、G1級でしょう。青田さん、近くでご覧になってて、うん、そういったオーラみたいなのもやはりありますか。そうですね、どうしても期待しちゃいたい、したくなる雰囲気がありますね。後付けですけれども、今年ダービー勝ったのもエピファネアの繰り毛なんで、ますます加点しているところですね。本当にでもパッと見からあとこのままって思うような雰囲気がありますんで、ぜひ見ていただきたいなと思う一頭ですよね。はい、本当に、ね、ダービー場もエピファネアでしたけれどもね、うん、まだまだ活躍場出ますし、ダービー取ること考えたら7000万高くないですから、岡部さん。確かにどうですか。確かに、ね、そうやって考えていくんですよね。そうです、そうです。一口買うときってね、はい、そうですよね。 でも本当に、ね、活躍してくれたら、はい、あ、うん、いいんですよ。この値段でだいぶお得だったみたいなことってあるってことですもんね。いっぱいあります本当に、うん。はい、ということでエピファネイア産駒ドバビーハイツの23ということで2投目挙げていただきました。さあでは3投目に参りましょう。細谷さん、3投目よろしくお願いします。はい、3投目は募集番号60番チャンペルゼリーゼの23です。母は、アイルランドにおける牝馬最強マイラー決定戦
G1 メイトロンステークスを制している馬です。今回母の初子となりますが、1月の早生まれということもあってかですね、すでに直近の馬体重は420キロ台と、とても見栄えがする馬です。今回予託をお願いします辻の調教師はですね、牧夫時代に社大ファームの方で研鑽を積まれまして、 JRA の厩務員調教助手時代には名門スミー厩舎で活躍されておりました。またですね、開業4年目なんですけれども、直近ではクラブ所属馬マスクとディーバを管理していただいてまして、これからの飛躍がとても期待される新進気鋭のトレーナーにお願いできることも強調材料だと思います。はい、ありがとうございます。では太田さん、動きもこちら教えてください。はい、はい、お父さんの産駒らしい、みんなに共通してるなと思うところなんですけれども、もう前に行くぞ、進むぞ、ぐいぐい行くぞというですね、前向きさは本当に動きに出てきている印象があります。そして、それがキビキビともうぐいぐいとって言いますかね、そういった動きを見せてくれてまして、お父さん産駒らしいですし、お母さんもナチュラルスピードじゃないですけど、その武器にもしてたと思いますので、合わさって出てきてるのかなと思える動きを見せてくれてます。もう素直にシンプルに芝をさっそうと駆け抜けてくるイメージが湧きますので、お父さん3区の持っている芝でのスピードを生かして動いてきてくれるんじゃないかなと思ってます。すごい綺麗な馬ですね。このなんていうか美人っていうよりもかっこいいですよね。目つきとか最初見た時、あ、男馬なのかなと思ったぐらいで、だからボバ相手のレースでも全然やれるのかなっていう、そんな雰囲気もありますよね。根性もありそうな雰囲気あります。ブリックス&モルタル産駒ということですけれども、どんなイメージですか？そうですね、母がかなりスタミナ色強いし、配合的にも、ブリックス&モルタルの中では中距離に適性あるのかなっていう、配合上はそういったところあるん で現時点でスピードがある感じるっていうことは、これはいい傾向だと思いますし、僕の中で桜花賞よりもオークスタイプですけれど、ひょっとしたら早くからデビューできればもうオークスもいけるのかなっていう感じありますよね。へ、青田さん、こう動き的にこう早くからデビューできそうな、そんなタイプですか？前向きさはやっぱあるので、地産区はみんなそういうところあるんですけども、それが調教する進めるような時になって、効いてくるじゃないですけども、それで、調教が進んでくる子たちが多いので、そんな遅いっていうような感じは今のところ印象がないんですよね。なので、すごい速いかどうかは別としましてでも、ごくごく当たり前の成長曲線と調教を積まれて、夏以降、夏の後半でも秋でもっていうのはイメージできるような、調教生活続きをしてくれるんじゃないかなと思ってます。はい、流星がっておっしゃってましたけども、インパクトある、ね、可愛らしいお顔でした。そうですね、はい、ね。さあ、ということで3頭、ピックアップしていただきましたけれども、続けて来年もしくは今年も含めて産駒がデビューする新種牡馬の産駒の中から期待馬をピックアップしていただきたいなと思います。細谷さん、よろしくお願いします。まず1頭目はですね、コントレール産駒となります補修番号11番カラライナの23です。母はですね、北米の牝馬クラシック3冠のうち A コーンステークス CCA オークスを制し、2016年ですね、ブリーダーズカップディスタフでお母さんはラストランを迎えたんですけれども、その直後の繁殖牝馬セールで300万ドルで落札された馬です。またですね、お姉さんのウィズグレースはですね、2歳児に芝2000メートルの日本レコードを記録しています。本馬自身ですね、両血馬らしく金星の取れた馬体で動かしてもとてもすがる動きをするまで目を引く印象です。牡馬の大物をですね、多く排出する堀厩舎へ委託予定で、本馬のクラブ募集ですね、最高額になるんですけれども、自信を持ってお勧めしたい一頭となります。本当だ、お値段1億円ですね。ね、本当だ、そうだ、もうそれぐらいまあお勧めしたいと、ね、血統的にもそのぐらいして当然の馬ですよね。気になる動きですけれども、青田さん、改めてちょっと動きを見ながら教えてください。そうですね、伸びやかさといいますか、しなやかさといいますかね、それがすごく目につく、目につくっていう方もどうかと思うんですけども、すごく印象に残る一頭ですね。コントレール産駒が結構そういう特徴があるのかなと思ってるんですけど、
いろんなところの作りのバランスが取れていって構造になっていて、でそれがなんか一切が一切邪魔をしないというか、もう滑らかに動くもんですから、本当に無駄なく動いてるとか、体が伸びやかに動いて見えるのはそういうところなのかなと思ってるんですけども、足元の手先の返しとかも軽やかバネ感もありますし、この子も特に目立ってますけども、動きも本当にハッと目を引くものなんですけど、さっきのダバビンハイツもそうなんですけど、この子ももう立ってるところとか馬が引っ張ってるってところとかじゃないですけど、パッて見た時になんかすごい馬がいるぞって思わせる、雰囲気がやっぱあるんですよね。まあオーラがあるじゃないですけど、そういうのを感じられる一頭なんですよね。その思わず足が止まるような、そういう一頭ですね。で動きを見てみれば、ああなるほどというふうに思える、そんな一頭です。はい、ありがとうございます。そんなこと言われてたら買うしかないじゃないですかっていう感じですよね。ね、ちょっと頑張って買いたい感じの ね、 ね、いや顔つき、ね、いいですしね。結構ね、配合的にはかなりスピード色強くて、もっと血統的イメージはもっとキンキンって感じするんですよ。でも全然穏やかですし、配合よりも全然伸びやかで、全然距離も融通性ありそうなんで、しかも堀厩舎ですからね、うまく育ててトップホースになるのかなっていう風な印象は今受けましたね。コントレイルサンクト、いや本当綺麗な馬ですよね、体全体。本当綺麗。さっきの栗毛さんもすごくパワフルで良かったんですけど、ね、こちらこちらでまた違った迫力がありますね。まあね、コントレイルの初年度サンクということですから、注目してらっしゃる方も、ね、たくさんいらっしゃると思いますけれども、まあ、おすすめということで、まずはカラライナの23ということで挙げていただいております。そして、もう一頭発表していただきたいと思いますけれども、2頭目の発表よろしくお願いします。はい、2頭目はポエティックフレア産駒の募集番号65番サンシャインの23です。父はですね、アイルランド、イギリスの両国で2000ギニーを制した馬で、その後のセントジェームズパレスステークスも制覇するなど、マイル戦を中心に活躍し日本へ導入されました。現1歳産駒がですね、初年度産駒となりまして、ちょっとお父さん受胎率が思わしくなくですね、この世代は37頭が生まれて、本馬はそのうちの1頭となります。母系はジェーラーなども輩出しているファミリーで、ちょっとですね、幼少期は線の細いですね、馬が多い傾向にあるんですけれども、本馬は3月生まれで390キロ台と標準サイズに生育しています。兄にはですね、中小戦線で活躍する新たを持ち、この馬にもですね、芝のマイルから中距離路線での活躍を期待しています。はい、ありがとうございます。では動きの方もご覧いただきたいと思いますけれども、こちらも青田さんよろしくお願いします。ブレないと言いますか、安定感があると言いますか、そういった足運びが印象的ですね。馬場の思いとか、量も含めてですけど、荒れた馬場とかそういうの含めても気にしないという、長くしっかりと捉えて走ってくれそうなイメージを持ってる身のこなしかなと思ってます。サイズ感もごく普通の曲線描いてるんですけれど、カタログにもあるんですけど、体高が低いので、一見パッと見そんなに大きく見えないのかもしれないんですけどね、逆に言うとそれが安定感をさらに際立たせるじゃないですけど、動いた時の頼りがいがあるじゃないですかね。この子もしっかり足運び、ちゃんと地面を足捉えているという、そういった印象を受けれまして、そういう頼もしさがこの子にはありますね。はい、ありがとうございます。確かになんかこう、なんか胸前のあたりとかすごいなんかかっこいいなと思いましたが、男らしいですよね。男らしいですよね。よくね、まあ、顔見ても分かんないっていう人いるかもしれないですけど、どう見てもこの馬かっこいいでしょと思いますね。この馬かっこよさはみんな分かるんじゃないかなと思いますね。骨量豊富で足元もまっすぐで、もう故障とは無縁っていうようなね印象を受けますし、まあ、とにかくヨーロッパ系の種牡馬で日本で成功するためには、向こうでマイルぐらい走ってる方がねいいと思うんですけど、このポエティックフレアまさしくそうですし、この馬、まあ、配合的にはかなり中距離スタミナもある感じなんで、まあ、ゆくゆくは中距離からクラシック戦線、そういったところが適正だと思うんですよね。父は、まあ、マイラーでしたけれど、まあ、中距離戦線の注目株となりそうな雰囲気ありますね。お値段お得ですね。あれ、これなら届くんじゃないですか。これならちょっとスキップして。だこういう人気になるんですよ。あ、そうなんだ。これはね、やっぱりそうか、かっこいいですし、そうだよね、皆さんね、もうずっと見てきてらっしゃる方も多いでしょうからね、お
解読ですよこれはって。いやそうですよね、今お話をお伺いすると、うん、だいぶ楽しみな、堅実に走りそうなタイプですよねこれはね、うん、はい、ぜひちょっとご注目いただきたいと思いますけれども、新種ボバ産駒ということで、こちらからもおすすめを2頭挙げていただきました。細谷さん、太田さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、お二人の出番は以上ということになりますけれども、最後にまた改めてちょっとアピールも含めて、ご覧いただいている皆様にメッセージをお願いしたいと思いますけれども、今日もありがとうございました。社大サラブレッドクラブのですね、主な提供牧場となるですね、社大ファームなんですけれども、まあ、今年はここまで、日本ダービーをはじめとする G1 競争でも、4勝を挙げてまして、とても好調な成績を上げてます。またですね、6月からですね、関西馬の拠点となります外球の社大ファーム鈴鹿がですね、新たに開業しました。まあ、本日ですね、紹介した馬たちも、その施設を利用することになりますし、さらなる活躍の原動力になってくれるのではないかと考えています。今年もですね、ご出資の検討をいただきまして、多数のお申し込みをいただけますようお願いいたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では青田さんもメッセージをお願いいたします。毎年ちょっとね、言わせていただいてるってことかもしれないんですけども、いろんな種牡馬の産駒たち、同じ種牡馬の中でもいろんなタイプの、馬たちがカタログにラインナップされたと思うんです。何か自分の、好みのじゃないですけども、これがいいなと思える馬に、出会えるラインナップになってると思ってますし、そこに、似合うだけの元気の良さとか活力のある馬たちが、今年の5週に、ノミネートすることができた、持ってこれたかなとは思っております。生産育成のここまでの段階として、まあ長い時間もあるんですけども、うまく、この季節に来れたかなと思ってます。はい、ぜひお話たっぷりとお伺いしましたので、皆様もご検討いただけたらと思います。お二人今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。今プレゼンしていただきましたけれども、改めてトライさんいかがでしたでしょうか。まあ、これはっていう馬がね、一頭ならいいですけど、何頭も出てきちゃう場合どうしたらいいのかね、この悩み解決してほしいなっていうふうに思います。ね、僕はとにかくドバビハイツ、クリゲ君、これちょっと惚れましたね。綺麗でした本当に。これちょっと真剣にこれからまた考えなきゃいけないですね。困ったもんですよ。そうですね、嬉しき悩みですね。そうですね、はい、嬉しき悩み、ぜひ皆様も味わっていただいてご検討いただけたらと思います。ということで、社大サラブレッドクラブさんのプレゼンでした。さあ、続いてはサンデーサラブレッドクラブの梶原盛人さん、そしてノーザンファームイヤリング上長の川崎博文さんです。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨年に引き続きということになりますけれども、たくさんお話をお聞かせいただけたらと思います。よろしくお願いします。さて、トライさん、はい、サンデーサラブレッドクラブと言うと、言うとっていうか人生を変えてもらいましたよね。はっきり言って、もうセレビオで人生の突破口を開いて、ジオグリフでさらに広げてくれたっていう、かけがえのないクラブです ね。今年もだからきっちり精査して、うんうん、いい馬をまたね、買いたいなと思いますけどね。いや本当ですよね、うん、もう本当活躍馬もそうですし、もうカタログを見させていただいても、はい、うん、こんなもう素人の私が、うん、ああこのお母さん、ああのお母さん、うん、みたいな夢のような馬がいっぱいいますからね。いますからね。どうしようって感じですけどね。はい、はい、今年も非常に楽しみですが、梶原さん、牝馬の活躍も本当にね素晴らしいんですけれども、また新しい制度がなんかできたそうですね。はい、そうですね、今年から、サンデーサラブレッドクラブと、社大サラブレッドクラブ、 G1 サラブレッドクラブ共同でなんですけども、牝馬のですね、今年の募集馬がですね、 G1 を勝った際に牝馬が引退した際に初めて募集する馬について、はい、優先的に出資できるという、制度が始まります。じゃあ自分たちが持っててこう活躍して、はい、うん、その牝馬を優先的に持てるってことか。でも嬉しいですよね、自分が思い出がある、うん、やっぱりその活躍した牝馬のそのまた次ね、絶対欲しいですから ね。そうですよね、うん、追いかけられるということで、うん、まあ、新しい制度も加わってということですので、うん、はい、こちらもぜひちょっと皆様ご承知おきいただきたいなというふうに思いますけれども、さあ、はい、梶原さん、
今年の意気込みをお願いいたします。そうですね、サンデーサラブレッドクラブは1棟40口で出資を募集するクラブになっていますけども、クラブ所属馬ではですね、今年の、高松宮記念をですね、マッドクールが制しまして、これによりですね、史上初の JRA 全 G1 障害平地完全制覇というのを果たしましてですね、史上初ということで、非常に皆さんの、皆様、会員の皆様からの、ご支援をいただいたおかげということですけども、これからまたさらに新たな一歩を、いけるようにですね、今年も素晴らしい馬をご紹介できることを非常に嬉しく思っております。気になる、クラブとしての今年のラインナップなんですけれども、こちらはいかがですか？そうですね、オス、メスともにですね、非常にいい馬が、ご紹介できるんですけども、中でもですね、牝馬としてかなり活躍した、グランアレグリアとかですね、クロノジェネシス、後ほどまたご紹介させていただきますけども、その初号が出てくるということもありましてですね、とてもいい馬がご紹介できるかと思います。はい、こちらも本当に楽しみですけれども、川崎さん、一歳馬の育成状況というのはいかがでしょうか？はい、例年通りなんですけれども、冬場からしっかり夜間放牧を積み重ねてきました。今はですね、ちょうど、草が生え揃って非常にいい季節になって、青草の栄養分もいいことから、この時期ならではのですね、張りの良さ、艶の良さっていうのもだいぶ出てきまして、非常にたくましい馬になってきました。ノーザンファームとしてはですね、しっかり動かしながらというところで、アスリートを作っていくんだっていう意識を、イヤリング時代から、我々しっかり持って個々に合わせた育成を取り組んできました。非常に楽しみな世代ではないかなと思ってますので、期待しておいてください。1歳馬の頃からしっかりと動かしてっていうところが、強い馬たちをたくさん配置する秘訣なんでしょうね。毛艶が良くて綺麗な馬が本当多いですね。見た目いい馬が目につきますね。はい、さあ、それでは早速クラブの期待の馬、サンデーサラブレッドクラブプレゼンスタートです。梶原さん、1頭目から挙げていただきたいと思いますけれども、まずその気になる1頭目はどの馬でしょうか？はい、1頭目はですね、グランアレグリアの23出た父エピデアになる出ました。はい、1頭目からですね、今年の目玉のということでご紹介させていただきます。桜花賞安田記念マイルチャンピオンシップ2回、スプリンターズステークスビクトリアマイルを制したですね、グランアレグリアの初子の登場です。初子からですね、カタログのトップ1番を飾るにふさわしい素晴らしい馬をご紹介させていただくことができます。父はですね、今年も桜花賞とダービーを制して、好調のエピファネイアということでですね、父も母も旬のフレッシュなですね、馬をご紹介できます。なんて綺麗な馬なんでしょう。すごい毛色綺麗なんですね。そうなんですよ、ね、はい、グランアレグリアの初子ということで気になっていらっしゃる方もだいぶ多いのではないかと思いますが、川崎さん、動きをちょっとこう詳しく教えていただきたいんですが。はい、今話でも出ましたけど、本当カタログ写真でも見てわかるこの艶の良さ、そしてこう何て言うんでしょう、体の張りですね。やっぱりこう筋肉量がかなりしっかりあるんですよね。で、お母さんもそうだったんですけれども、かなり牝馬としては筋肉量が豊富なお母さん、そういうところもあってですね、非常にこう初子なんですけれども、こうフレームのかなりしっかりした、骨量もしっかりした馬に出てます。で、現時点の馬体重ももうすでに440キロと、1月生まれということもあるんですけれども、非常にこう初子でね、サイズ感なんか皆さん心配される方もおられるのかもしれないですけど、この子に限っては筋肉量、骨量なんかもしっかりあるので、まだ1歳でね、この時期440キロなんで、おそらくレース行く頃には十分400キロ、後半の体重になってこれるんじゃないかなと思いますので、非常にこうスピード感のある動きを楽しみにしたいなと思ってます。本当もうすでになんかこう迫力を感じるんですけど、トライさんいかがですか？映像を見る限り本当しっかりしてますよね。シアトルスルーとかバックパーサーがクロスになってて、結果的にはね、スピードかなり、豊富にあるんですけど、二陣スキーもね、かなり影響強いクロスをしてて、
まあ、グランアレグリアっていうとマイルって軽いってイメージですけど、このまあ結構ね中距離に適性あるかなっていうのが配合から伺えますね。だからしっかりしてるのはそれだけあのスタミナ値がちゃんと生きてるっていうことで、うん、クラシック全然いける、うん、融通性ある馬だと思いますね。ねえ、ちょっと1投目からだいぶなんかこうインパクトがある。値段もインパクトありますけれど、馬体もそれに見合ったものかなっていうのはありますね。確かに、はい、でもさすがだなっていう感じですよね。さすがですね、はい。まあ、今年ちょっとエピファネイアのボバがですね、出来が非常に素晴らしくてですね、うん、グランアレグリアご紹介したんですけど、うん、クロノジェネシスの初号、あ、これも非常にいい馬になっておりまして、50番ですね。50番ですね。わ、かっこいい。これも素晴らしい馬で、初号からすごいいい馬になっていまして、でこのカタログでいうと隣の51番、これもエピファネイアのオスで、チェッキーノ、これもですね、あのエルビニアの下になるんですけど、この3頭が非常にですね、素晴らしいサンバガラスといいますか、どれも甲乙つけがたい馬なんですけど、実はですね、あの以前にキングカメハメハのボバで3頭すごくいいっていう、はい、時でご紹介、あの募集した時があって、その3頭が今でいうとこの後のルーラーシップとソリタリーキングとローズキングダムだったっていう時があったんですよ。すごすぎですよね。この3頭みんなね、芸術品みたいな感じで、いやすごいですよ。血統いいけど見た目も素晴らしいですからね。見た目すごい、隙がないですね。はい、まあ、それに匹敵するぐらいの手応えを感じて、あの募集しておりますのでですね、ご出資お申し込みされる方もそうでない方もですね、ぜひとも今後ともご注目いただければと思います。はい、エピファネイア3区ということで、まあ、3頭、うん、ね、最初にお話しいただきましたけれども、皆さん、まあ、覚えておかない人は多分いない血統だと思うんで、そうですね、ですけど、はい、ぜひあのご注目いただけたらというふうに思います。さあ続いて2投目参りましょう。梶原さんお願いします。2投目は募集番号89番、クールサンバの23です。持ち込み馬をご紹介させていただきます。はい、こちら、父はもう日本でも、おなじみのフランケル、それから母のクールサンバがフランスの桜花賞に相当します千ギニ勝ち馬ということで、これも父母ともに、素晴らしい血統となっております。先ほどですね、高松宮記念をダークエンジェル3区のマッドクールが勝ったというお話させていただいたんですけども、サンデーサラブレッドクラブのですね、所属馬で、シュネルマイスターとかですね、グレナディアガーズとか、最近外国馬の種牡馬によります、活躍馬も多く出ておりますので、2投目としてこの馬をご紹介させていただきました。はい、こちらも川崎さん、動きをちょっと見ながら教えていただきたいと思います。こちらも非常にこう、なんて言うんでしょう、まあ、フランケル結構手先の軽い馬が多くてですね、まあ、この馬も漏れなく非常にこう手先の軽い動きをします。でかつ、友の容積っていうのがものすごくこう魅力的でして、まあ、かなりスピードのある、回転のいい走りを見せてくれるイメージがもうすでに湧きますよね。で、前後のバランスも優れてますし、お母さんの方はどちらかというとしっかり、ヨーロッパのスピードがある、ような配合になっていますので、まあ、そういう意味でも日本に来て、この日本の速い馬場でもしっかり、時計を出しながら、スピード出してくれるんじゃないかなというふうに期待しています。はい、なんかお顔も強そうでしたけど、流星もね、綺麗でしたね、ね、はい、おっしゃってましたけど、やっぱり流星ね、本当いいですよね。まあ、母父のザワウシグナルってあまりね馴染みないんですけれど、このザワウシグナルの兄弟ユニコーンライオンっていう宝塚記念でも2着した馬がいて、意外と潜在的にはね、スタミナもあって、実際このままサドラーズウェルズもクロスしてますし、一本女子の馬じゃないと思いますね。全然マイル OK ですし、まあおそらく配合的にもね、完成度早いんで、阪神ジュビナイル桜花賞はその辺まで視野が入る馬じゃないでしょうかね。はもう早くから、クラシックも早くから楽しめる馬ですよ。楽しめそうだと、はい、いうことですね。はい、2投目はフランケル3区ということで、クールサンバの23牝馬挙げていただきました。さあ梶原さん、3投目お願いします。はい、3投目は募集番号17番、アロマティコン23です。あら、来た、聞いたことありますね、はい、アロマティコン、はい、あれ何ですかこの馬は。ご存知、初騎乗馬ジオグリフの前方と
ことになります。サツキ賞でですね、サツキ賞でイクイノックスに先着したサツキ賞だけでなくですね、ダートのサウジカップでも好走してですね、芝ダート、両刀で、二刀流で活躍している馬になりますけども、その前弟を満を持してご紹介させていただきます。実はこれ産駒母子馬を決めるときに最初に決めていて、その後ゲストがトライスさんということを聞いたので、その前に決めていた馬です。本当ですか？僕を喜ばすために、ね、紹介してくれたのかなっていう気がしますけど、知らなくて選んだっていうことはもうそれだけ本当に推したかった馬のっていうことですもんね。それは最初にお伝えしておきますので、ね、はい、ジオグリフの弟、前提ですね、前提ですよ、はい、動きを見ながらまた改めていいところを教えていただきたいと思いますが、川崎さんいかがですか？はい、お兄さんジオグリフも当時から知ってるまではあったんですけど、お兄さんと似ているところもあるんですけれども、また一つこの馬より軽さがあるかなというふうには思っています。ドレフォンということでね、今当時はまだドレフォン産駒そんなにまだ芝かダートかどっちかだろうっていう時期ではあったんですけれども、今ダートじゃないかっていう皆さんイメージ多いかもしれませんけど、やっぱりこのアロマティコをと掛け合わせることでですね、やっぱりこう芝にしっかりいけるような手先の軽さっていうのがしっかりあるなっていう印象を受けています。で、4月生まれで今馬体重も430キロということで、男馬としてはですね、かなりしっかりした方ではないかなというふうに感じてます。まだまだ成長してくるでしょうし、カタログなんか見ると本当まだまだ友が高い状態ではありますので、これからしっかり芯が入ってくればよりいい動きになってくるんじゃないかなと期待しています。すでに大きく見える、足長ですよ ね、この時期のジオグリフとはシルエット全然違いますね。ジオグリフの結構モリッとしてて、サツキ賞を勝つような体型でもなかったんですよ ね、 あ、そうなんですね。こっちの方がサツキ賞向きだなっていう、ジオグリフで勝てるならこのまま勝てるのかなっていうね、また出資しなければいけないのかなってちょっとね思ってますね。ねえ、気になっちゃいますね。木村哲也厩舎、予定ということです。足長いですけど、足しっかりしててまっすぐで非常にね健康そうなんでね。ジオグリフもね、もう本当怪我と無縁でしたけど、このままもう本当そんな感じはしますね。期待の3頭目まで本当すごい馬が上がってきましたね。はい、ということで、3頭目アロマティコの23ということで、ジオグリフの前提挙げていただいております。さあ、おすすめ馬についてご紹介いただきましたけれども、続けて来年もしくは今年も含めてですね、産駒がデビューする新種牡馬の産駒の中から期待馬をピックアップして紹介していただきたいと思いますけれども、梶原さんお願いいたします。はい、新種牡馬1頭目は募集番号75番ヤンキーローズの兄さん、父コントレイルになります。また出ましたね、コントレイル。まずは本日リバティアイランドの妹になります、ヤンキーローズの兄さんをご紹介させていただきます。はい、三冠牝馬になりまして、ジャパンカップでも2着に好走したリバティアイランド、その妹なんですけども、今年は父が新種牡馬のコントレイルということでですね、これ新種牡馬枠でこの馬を紹介するのはちょっとずるいんじゃないかっていうぐらい自分でも思いますけどもはい、こちらで、ご紹介させていただきます。今年も素晴らしい馬と聞いております。非常に気になる黒くてかっこいいですね。黒くてかっこいい、かなり気になりますけれども、川崎さん動きはどうでしょうか？素晴らしいです僕もカタログ、届きまして、まず僕一番最初にすることとしまして、こう上の方の名前見ないで全部こうパーッとこうカタログの写真だけをさーっと流すんですよね。で、何回通してもやっぱりこの馬で止まるんですよ。で、それぐらいこう、写真見ていただいたら分かるんですけど、こうやっぱりこう首差しの部分もそうですし、トップラインもそうですし、こう非常に絶妙な曲線美でこうバランスの良さ、そしてまだまだこう、胸が深くなってくることを想像させるようなこの気候のライン、友と前のバランス、そしてこう肩の、筋肉の張り、もうどこをとってもこう美しいっていうか、でこれ
動かすとまたこれに力強さが加わるんですよね。あの本当にこう放牧地の動きも一歩一歩のスライドもかなりしっかり、地面捉えてますし、あの非常に雄大な動きをします。まあ、大きさとしてはですね、あのこの時期としては十分2月生まれで今440ぐらいありますので、もう本当牝馬としては、長距離厩舎に行ってからもうこう細くなりそうだなとか食べれないんじゃないかなとか、まあ、そういう心配ほとんど感じさせないんじゃないかな、非常にこう不安になる要素がないって言ってもいいんじゃないかなっていうぐらいの状態じゃないかなというふうには印象を受けています。お姉ちゃんはお父さんがデュラメンテということでしたけれども、今回は新種牡馬コントレイルになりましたが、改めてどんな印象ですか、トライスさんは。まあ、父は変わりましたけれど、この馬もね、配合的には余計なクロスがなくてシンプルで非常にいいんですよね。やっぱり馬のこの写真もリバティに次ぐものがありますね、この兄弟の中でも。リバティよりもスピードあるぐらいな、そういった体つきですし、トップホースになるんでしょうねっていうふうな馬ですよね。こんな馬がモテたらなっていう。でも、 でもこの血統馬で1億円安いんじゃないですか。いや私もなんか、ちょっと若干私金銭感覚おかしくなってるかもしれないですけど、はい、私も一瞬あれ一口250万円なんだってちょっと思っちゃった、でもやはりいいということで良さそうですね。はい、新種牡馬3区、コントレイルの3区からヤンキーローズの23牝馬、まずは1頭目挙げていただきました。さあもう1頭梶原さん挙げていただきたいなと思うんですけれども、はい、もう1頭の新種牡馬枠は、5種番号31番クラーベセクレタの23、こちら今度はクリソベリルということで、3歳でチャンピオンズカップを制したクリソベリルの3区になります。そして母はですね、牝馬ながら東京ダービーと羽田杯の南関東クラシック2冠を制覇した名牝クラーベセクレタということは、目指すのはですね、当然、今年から中央馬に開放されたダート3冠路線ということで目指していきたい馬になっております。厩舎もですね、ドバイワールドカップを制した名伯楽高木昇厩舎を予定しておりまして、名伯楽の下ですね、ダートの頂点を目指したい、こちらをご紹介いたします。はい、さあこちらも動きを川崎さんに教えていただきたいと思います。お願いします。はい、クリストベリル3区ということで、まあ、我々としては、お父さんもノーザンファーム生産馬で非常に期待の一頭だと考えています。で3区全体見ましても、あの筋肉量もかなり豊富、まあ、そしてやっぱりダートでオープンまで行こうと思ったらある程度の、こうボリュームであったり、まあ、フレームっていうのも必要になるかなと思うんですけど、まあ、その辺も十分あの3区としては兼ね備えてるなっていう印象を受けています。まあ、あのボリューム感のある、3区が多い。そしてあのやっぱりこう何て言うんでしょう、ゴールドアリュールの血統なんで、こう重苦しさがないんですよね。こうダートの馬の大型馬でも、こうなんて足先の軽さ、そしてこう体の身のこなしの柔らかさとかっていうのを兼ね備えていて、非常にこう魅力的な産駒が多いんじゃないかなと思います。まあ、その中で、まあ、比べてくれた、皆さんのご存知の通りダートっていうことで、やはりこの馬も筋肉量がかなりあのしっかりしてきました。で今、馬体重もすで、に今446キロということで、まあ、あの体フレームもしっかりあるんですけれど、幅があって筋肉量が豊富ということで、非常にこう力強い動きをしているのが率直な印象ですかね。でまだまだこれから変わっていく中でも、よりこう筋肉のメリハリなんかが出てくるんじゃないかなっていうところも、ちょっとこれからの成長楽しみだなっていう印象を受けています。はい、はい、本当になんかこうボリュームというか、なんか前から見た時に幅がある感じが、ね、ありましたけど、まあ、いかにもって感じですよね。まあ、会員さんの皆さんは、兄弟があんまり走ってないじゃないかと思う人結構たくさんいると思うんですけれど、ちょっとね、クラーベセクレタ3区変わってるんですよね。去年の一つ上の兄のソリス・クラビスっていう馬も相当馬は良くて、はい、いつになく良くて、で仕上がりも早そうなんですよね。でこの馬も同じくね、すごくいい馬なんで、逆にお買い得じゃないですか。値段多分ね、馬の出来比べたらなんか安いかなとも思うんですよ、ね。兄もいいけど、この弟も良くて、ダート戦線今ね美味しいん で、 ですね。そうですよね、ダート3冠だけじゃなくサウジとかドバイもあるんで、で高木厩舎ですから、これは触手がちょっと動きますね。はい、そうですよね、ちょっとワクワクしちゃう、ね、感じですけれどもね。
クリソフェリルっていうお父さんはトライスさんはどう思ってますか？やっぱり相当な能力ありましたし、あの流行な血をいっぱい持ってんで、まあ、ちょっと配合難しいところあるかもしれませんけど、比べてくれたらすごくね相性いいんで、はい、かなりシンプルな配合になってますし、うん、まずいきなり出しちゃうかもしれないですね、大物を。いやだからもういきなりを狙いたいですよね。そうですね。ね、うん、そう、新種ババサンク、いきなりを狙いたい方、ぜひチェックして、可能性十分ですね。はい、チェックしていただきたいと思います。さあということで、新種ババからのおすすめ馬までお伺いしましたけれども、お二人の出番は以上となりますが、最後に再度アピールも含めてメッセージいただきたいと思います。梶原さんからお願いします。はい、すいません、今年もあのいい馬たくさん紹介させていただいたんですけど、あの、ま、毎年なんですけどね、あの梶原はあのおすすめ馬をお気に入ったって言われるんですけどまあ分かりやすい馬を今日はご紹介させていただきましたけど、はい、あの適当な価格の馬でもですね毎年活躍馬が出てまして、サンデーサラブレッドクラブはですね今年で実は19年連続 G1 あの JRA の G1 勝ちを継続中でございまして、うん、これ以外の馬にもですねあのお手頃な価格の馬の中からもですね活躍はいるかと思いますので、ぜひともカタログをご覧いただいて、皆様のお好み、お気に入りの馬でお気に入りの馬を、探していただければと思います。はい、ありがとうございます。もう去年ももう18年連続 G1 馬が出てるって言ってて、また一つ伸びてっていう、すごいですね。ね、梶原さんの推奨馬どうなってるんですかね、結果はね。それも聞きたいですけど、ね、まあまあそれは聞かないときますね、はい、僕も予想の結果聞いてください。はい、はいはい、楽しみにしております。ありがとうございます。さあ、そして川崎さんもメッセージをお願いいたします。ありがとうございました。まあ先ほどあの岡部さんの方からあの総額1億円で一口250万円は安いんじゃないかというあの話もありましたけれども、まあ、あのおそらく牝馬で1億円の値段をつけたのは実はこの馬が初めてだと思うんですよね。まあそれぐらいあの我々も自信を持って出している一頭でして、まあ、あの本当これ以外の馬に関しても非常にこうラインナップとしてはあの充実している牝馬、あの繁殖牝馬もそうですし、あの種牡馬の方もですね、あの多彩なラインナップになっています。あの我々もね、まあ、そういうふうにあの皆さんが期待してくれているのは分かってはいるので、まあ、それに応えられるようなあの馬作りを引き続きして、今後調教に、移っていきたいなと思いますので、引き続き、追いかけていただけたらいいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。今日は梶原さん、川崎さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、サンデーさんのお話をお伺いして、まあすごいですね、やっぱりすごいです。見ているだけでも楽しいですねいや楽しいです。やっぱりグランアレグリアの子供とか、クロノジェネシスの子供とかで、また素晴らしい出来栄えですからね。ねえ、どうしちゃったのかしらっていう。でも僕は3日間ぐらい連続アルマティコの子供が夢に出てきてますけどね結構やっぱり、うん、美しいですしね。ジオグルフとまた違ってんでね、面白いですね、血統ね、ちょっと、はい、ね、またね、どんな違いがあるのかとかね、うん、そういったところを見てくるの ね、面白いですからね、うん、はい、ということで、サンデーサラブレッドクラブさんのプレゼンお聞きいただきました。さあ、ここまでお送りしてまいりました三者対抗未来のスターホースプレゼン大会ですけれども、トライスさん、はい、いかがでしたか？いや、もう楽しかったですよ ね、 ね、うん、やっぱり今たくさんいるんでね、でカテゴリーも違いますし、うん、どう選んでいこうかってこのあと1ヶ月間ぐらいもう悩む日々を過ごすでしょうね。はい、ね、本当三者皆さん本当にそれぞれなんかこうバリエーション豊かな、うん、馬を、ね、選んでいただいて、はい、うん、でやっぱね、実際ね、牧場の方とか実際見てる人がこう、うん、プレゼント してくれるんでね、はい、すごくね、こっちもああそうなのかっていうね、血統からと写真しかわからないんで、やっぱりそう言ってくれると、あ、やっぱそうなんだなとか、あ、実はそうなんだっていう、いろんな発見もありましたね。ね、まあ、あの今回ね、この番組を見て募集馬に興味を持ったという方はぜひあの各社のホームページを、うん、覗いてみてください。またあのこれをきっかけにですね、一口始めようという方はカタログを取り寄せるなんていうのもね、はい、いいですよね。なんかいつも
いろんな会社ボーって来ますから、ね、僕もね。これ申し込むと 無料なんでしょう、ね、無料できます。みんな来ます。すごいですよね。届きます。もうこれすごいんですよ、本当に。ね、すごい、すごい。綺麗でね。そうなの、はい。まさかこれが無料でいただけるなんてっていう。はい、もう1回しか眠れませんからね。はい。そう、はい、楽しいですよね。楽しいです。はい、ぜひ取り寄せていただいて、じっくりと楽しんでいただきたいと思いますけれども。さあ、トライさんにはこういろいろと今日はご解説いただきましたけれども、まあ、注目馬はピックアップしていただいて、はい、それはネット競馬 TV の方で配信しますので、トライさんのおすすめ馬、注目馬というのは改めてそちらでもご覧いただけたらと思います。手分けの推奨馬、自信がありますって、はい、予想より自信がありますって、はい、ずっと言ってるじゃないですか。それ本当そうですね。で本当そうなんですはい、なのでトライスさんのおすすめ馬はネット競馬 TV でご覧いただきたいと思います。はい、ということでトライスさん、たっぷりお届けしてまいりましたけれども、はい、大丈夫ですか、言い忘れたこととかないですか。ちょっと満腹状態でちょっとねもう本当逆にねクラクラします今ね。はい、またトライスさんにもね、はい、検討してご自身の人、はい、そうです、本当に人生をかけてやってるんで僕は、はい、本当にぜひ皆さんもご検討いただけたらと思います。トライさん、今日はありがとうございました。それでは三者対抗未来のスターホースプレゼン大会、ご視聴ありがとうございました。